水野美希のシネマライフ YouTube。 福田君、はい、今回は怖がる芝居対決です。はい、この箱を開けると、はい、大蜘蛛が出ますが、知らずに開けて、はい、ビビりまくる芝居をしてくださいと。よりリアリティのある方が多分仕事が来ます。ちょっと待ってください。もう仕事来てるじゃないですか。ちょっともう、そう、怖がる演技以上にこれやることが一番怖いですよ、僕は。もう消えるでもなく、なんか罰ゲームがあるわけでもなく、そうですよね、多分仕事が来ますと来たもんだね。もうこの怖さに考えればもうビリビリライターの方が全然いいですよ。本当だよね。本当に何十倍も心の方が痛いですからね。でもやっていこう、役者だからさ、私たち。謎の役者だから頑張ろう。そうですね。じゃあ福田君からお願いします。はい、あれですかね、美希さん、これでしたっけ、この七味とか入ってたのね。これが担当ありますからね。うわぁ、ちょっと蜘蛛入ってるじゃないですか、ちょっと。そういうなしでお願いしますよ。もう一回いいですか、これね。もう一回やんの、もう一回やんの。もう一回やんの。どうですか、今の。びっくりした瞬間よりもその後何とかしようとしてる感じの方がすごかった。あと福田君、今日の私服ひどかったよ。もういいっすよ。もうこうなったら次私服着てるよかな。じゃあミキさんちょっとお願いしますよ。こういうの。いやだよ。へー。何これ。軽いけど。あげていい？お別にいいっすよ。どうやって開けるの？開かないな。開かない。うん。全然開かない。え、どうなってるの？あ、で、引くのか、引いてあげて、ピクソー。ちょっと普通にうまいのやめてもらえませんか。俺がその前にやったやつも茶番が過ぎるじゃないですか。自分で言っちゃった、茶番で。茶番が過ぎますよ、そんな。マジでうまいのしたら仕事欲しいから。もうもらってるじゃないですか、貪欲。じゃあ判定お願いします。もうね、私の人、ありがとうございます。もう俺の聞かなかったじゃないですか、それ。いよいよ。まあね、そうか、よかった。僕あさってから舞台の本番なんですけど、おう、もう、立つのが怖くなってきましたね。ちょっと本業に影響が出始めて。福田さん、ギャグっぽくやっちゃいますよね。え、あえてですか。アイデアですか。逃げてんだよね、ちょっとね。あの言い方が急にマジマジなトーンになってくるから。前の期間中もあんな打たれて声出ねえだろっていうコメントありました。ね、いやでもやっぱ打たれても喋りたいじゃないですか。沈黙が怖いからね、福田君は。そうですね、何かしら音で埋めないとって思っちゃうよね。沈黙になった瞬間になんか俺刺されるんじゃないかなっていう、ね、恐怖感があるんでね。もう打たれてんのにね。そう、打たれてんのに。だから打たれてんのに喋っちゃうんだよね。そうなんですよね。こっち側に一度来ていただけるとなんか声出さなきゃってなる感じも分かってもらえると思うんだけどね。この沈黙の怖さを知っちゃってるからね。やっぱね、あれなんですよ、大人がもう結構な人数いるのに静かって怖いんですよ。わかります。何よりも怖いんですね。何よりも、みんないいものしようとしてる人間たちが黙るってのは怖い。誰も黙ってないことにしたいんだよね。そうなんですよ。だから自分で喋る、そう、にあの朗らかな現場だなっていう雰囲気にしたいですよね。実際の顔わかんないですよ。でも誰でも俺、偉いもんでわーって言ってる時顔見ないですもん、誰。この辺見てますから、ずっと。じゃあ、そう声出して現実逃避をしてるってことだよね。そうですよ、僕はもう全員笑ってると思ってやってますから。みんなまんべんねこうやって見てくれてんだなと思って。それは幻覚すぎる。だって、難しいよ。ね。うん。私、50になってもこんなことやってると思わなかった。これ一番重い言葉ですね。こんな無茶ぶりされて。この番組もうやって何十年にもなるけど、50来てこれやると思わなかった。まだやってるとは思わなかった。いいよ、新鮮な気持ちでしょ。そうですよ、やってみましょうよ。
今ね、ミソのミキに毒グミを見てびっくりしろってオファー来ないっすもん。来ないよ普通ね。この番組以外で来ないようなこといっぱいこの番組でやるねえ、もうなんかいまだにちょっとコスプレしてくれとかもうこれだけよレズコのお母さんのコスプレ OK ですかとかって LINE で送られてくる衣装の写真とか未だにクリスマスになったらあのトナカイやってもらえますか。そうですよね、これだけクリスマスはなんかコスプレしがちなんですよ、この番組毎年クリスマスには。でもね、楽屋で、うん、まあ、あの全然トナカイの格好したミキさんが楽屋で普通の顔して LINE してめっちゃ面白いですよあれは本当にお届けした俺写真は撮ったんですけど見せれないのが本当悔しい。確かに、ね、もう全然素の顔でこうやって LINE してる。その絵の方が面白いよ ね、 ね、ちょっとそういうのも YouTube で小出しにしてこっか、裏側を裏側あなたの私服とね、俺の私服はちょっとねチャンネル登録高評価をいたします。やれることは何でもやります。だそうですまた僕だけ